助成金額は1人につき5000円で、すでに実施されている藤枝市の2000円の助成を加えると7000円が援助されることになります。注文期間は30日までで、昼休みに行われた説明会では実物やカタログを見て早速購入を決めた学生も見られました。通学時の学生の安全確保を図るために実施したもので、この助成によって学生が購入しやすくなり、ヘルメットの着用率も上がることを期待しているということです。